これ4枚どう、意気込みはどうですか。意気込みですか。どうやって食べたらいいかちょっと分かんないのかも。ほんまにゴリラじゃないぞこれ。ねえ、ゴリラになりましょうかね。デスソース。デスソースってね、どれぐらいかけたらいいのかちょっとわからないですけど。かけすぎですかこれ。かけすぎですか。うわ。この駅前商店街をね、越えたところに店があるんですよ。老舗。あ、そうですね。もうような老舗なんですよね。はい。もうね、ここ結構有名で。あるんですか。僕全然知らないんですけど。もう20年ぐらいになるんですか。20年ですか。うん、いや20年は分からんけど、もう10年以上は絶対ある。あ、この駅前商店街を越えて、左に曲がったところに、はい、今日の舞台があるんですけど、お目当ての場所が、はい、今日の舞台は、オーストラリアのお店なんですけど、オージーバーっていうね、オージーバーお店で、ここのオーナーさんがオーストラリアの方でやられてるということで、このオージーバーにハンバーガーがあるということです。本当ですか。バーかと思って、オージーバーって言うからバーかと思ったんですけど、ハンバーガーだ。そう、オージーバーガーみたいなね、はい、ちょっと今日はここに行こうかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、今日はここにね行こうかなと思います。ハンバーガーの前こんな感じやった。なんかお持ち帰りもできるということで、今あるんですね。もうこのメニューが置いてる。めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。はい、ちょっと今日はここにねお邪魔しよう。はい、失礼します。また再びこのタイミングにまた来るとは思わなかったんですけど、はい、始まります、今日。ジェイさん、久しぶりです。ウェイ、よろしくね。今日ちょっとあんまりわちゃわちゃしないように。ね、貼ってあって、僕のね友達とかも写ってたりするんですよね。懐かしいな。オーストラリアの友達が知り合いとかね。というわけで今回ね挑むのはアウトバック4×4 バーガーということで、ね、100% 牛肉バーガーパティが4つ付いてるんですよね。でこれ10分以内に全て食べるとワンショット無料で差し上げるんです。これ食べれなかったらショットって分かるんですけど、食べきったら飲めるみたいな逆。これ4枚どう、意気込みはどうですか。意気込みですか。どうやって食べたらいいかちょっと分かんないのが、もうほんとパッて見た感じで、でもめちゃめちゃ美味しそう。もうチーズとかも見てください。もういい、レディー。
大丈夫です。止まってます。いい感じだね。もうこれ5分でいけるんじゃないのかな。無理にもう今2分36秒。バーガーの方は、無事に完了したということで、4分17分でお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。もうね、説明はいらないぐらい、もうこの見たら伝わると思うんですけど、このコーラのグラスとほぼ同じぐらいな、顔の半分ぐらい。ちょっと最初はね、もうダイナミックにいきたいなと思います。もうこの目の前でね、もう店員さんが見てんで、めちゃめちゃなんか恥ずかしいんですよね。お上品に食べるものなのかと。はい、いただきます。うん、あ、結構あれですね、肉っていうか肉って感じですね。でこれまたあのチーズがいい感じで、うん、この口じゃ食えないんで、ダメだねこれ。上下真ん中みたいな感じで、うん、だからもうほんまにゴリラじゃないとこれね、えゴリラになりましょうかね。いただきます。うん、ちょっと食べ方のコツなんですけど、この普通にまっすぐ行くんじゃなくて、横からこうやってかじっていくのもいいかもしれないですね。こんな感じで、うん、横からかじっていくのも一つの食べ方かなと。上からだとなかなか終わらないんで、横からだったら、うん、お水なしでここまで来てることは、理解いただきたいなと思うんですけど、ちょっと味変したいなと。これあのポテトついてる、トマトケチャップなんですけど、ちょっとこれかけて、でソース、デスソースってね、どれぐらいかけたらいいのかちょっとわからないですけど、かけすぎですよこれ。かけすぎですか。うお、うん、やっぱ水は人間の味方ですね。どうしました？家がテキーラで。テキーラで。うお、あ。リアの方が良かったから、まあ、いいか。これ思ったより量がね、いいけど、まあでもこれが
オージーバスサービス、おゴールドはい、いけるわこれ、はい、いけるわこれ、このボタンが、この動画がいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ったらバッドボタンチャンネル登録もよろしくって言って、なんでやねん言ってどうぞ、見せるわ、よいしょ、ありがとうございました、ありがとうございます。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。